今ですね、はい、白瀬さんからお話を伺ってて、はい、やっぱりその白瀬さんがね、あの、まあ、シングルマザー的な状況に追い込まれながらもね、はい、事業を発展させ、はい、成功させてきたと、はい、それにお父さんのね教えが実はあったんだとお聞きしましたけども、はい、たらいの水ですか、はい、ね、まずその相手に対して与えれば与えるほど自然に返ってくるということが自分のもう身に染みついてたと、性分がね、はい、具体的にはそれどんなことをされてたんですか。あ、今のあの今のどうぞ。はい、ですね、あの私は雪月花の商売を始めてからもうその時点ではすでにおうどんとかおそばも全部自家製のもので、最初から出来合いのものは一切使わない、うん、それが一つ大きな私の考えでしたね。それともう一つは化学調味料は一切使わない、うん、そういうふうなものがもう根本的にお店 その旅館の中でやってきたもんですから、うん、お蕎麦もおうどんも全部手作りのものなんです、うん、それでおつゆも全部、うん、自分のお家で作ってました、うん、でもそれも面白い、うん、これもね一つ私の体験なんですけど、うん、じゃあなんでそのおうどんを作っおうどんだのお蕎麦の勉強をしたかって言いますと、ですね、浦和の県庁前でメルシーという大きなレストラン喫茶をやってる時に、東京の村上正幸という昔の NHK のアナウンサーが私の知り合いだったんです。で、家族で埼玉県の方に土地が欲しいと、土地を買いたいと言って見に来たんです。で、私の家に遊びながら来ました。そうした時に私は先生と息子さんと頼江さんが3人で来るんだとすれば、何かご馳走してお待ちしなくちゃと、そういうふうな気持ちでおりました。で、その時に隣がお寿司屋さんだったもんですから、特上のお寿司を取っといたわけです、大きな入れ物の中に。その私にとっては最高に美味しいお寿司を取ったわけですけれども、先生が召し上がって帰ったのは私の手作りのおうどんだったんです。で、その手作り食べて帰ったの、お帰りになったのが お寿司は一個も食べなかったんです。で、それはどうしてかって言いますと、おかみね、おかみじゃない、私はその時おかみじゃないですから、ママさんねって、私は浅草橋に住んでるから、たくさんの寿司屋さんがあると、お寿司はそこでいくらでも食べられるとおっしゃったんです。それで私が作ったもう本当にブツブツ切れたような短いおうどんです、うん、でも手打ちで作って、うん、自分で作ったおつゆを作り、うん、天ぷらをつけ、天ざるを用意したんです、うん、で、先生はその うどんと天ぷらだけ食べてお帰りになったんです。で、私は本当は隣から取った特上のお寿司だと思ってたんです。でも先生が後々までに言われたんですけど、あの時行って食べた白田さんのおうどんが忘れられないと、本当に美味しかったねっていう言葉が何度もその後聞いてるもんですから、私はお料理というのはお金をかけたから喜ばれるんじゃないということをそこで勉強しましたね。だとしたらば、こんな素人感覚で売ったものがこんなに喜んでもらえるんだとすれば、本格的にお蕎麦の打つ勉強をしようと思って、埼玉県の春日部にある先生がやってたんですけど、東京の大塚というところで教室に通いました。で、一生懸命そこで勉強して、うん、手打ちの勉強をして、そしておうどんとおそば の技術を身につけたんです。で、それが一生涯で、うん、私のこの今の基礎を作ったというのは、そのおそばの勉強とミシンの力ですね、うん、それによってなんですけれども、頭を使えば人に喜んでもらうことはいっ
くらでもお金をかけないでもできる。それが私の長い人生の間においてのあの感想というか、なるね、それが一つの あのあれになってますね。はい。そう、やっぱりあのお客さんがね、はい、どうしたら喜んでもらえるか、喜んでくれるのかっていうことを、はい、そういうことです。もうあのお金じゃなくて、はい、頭を使って考え抜くってことを、はい、やっぱり節約家でも、ね、このお客さんに対してやってきたんで、それでまあいいお客さんがどんどんついてきたっていうことが言えるわけですね。はい、ううです、はい、まあなんかお話を伺うとね、はい、もうバーニングの須尾会長から、はいはい、ね、栗山駐米大使からね、はいはい、まあ、そうそうたる人脈ですよね、はい、異常なね、はい、ね、まあやっぱりそこから来てるわけですね。あとはあの世界の、有名なブーニンさんですね、ピアニストの、うん、あのブーニンさんも私のうちのあのグラン、ね、あのグランドピアノ弾いてます。へ、息子さんと一緒に弾いてます。へ、それからミシュランの社長さんですね、日本とあの韓国両方その頃帰れてやってた方ですけど、そういう方も来てまして、もう本当にあの、あとはダックという会社 の、 あの石川社長さんですね、そういうふうな方もあのこの間あの今年の1月に南極制覇しまして、もうイグアスの滝、キリマンジャロ、それから去年北極、今年南極、そういうふうなところを、うん、あのたくさんあの登って自分の力を試している方です。やっぱりそういうふうな方が、お上の元気をもらいに来たよって言って、うん、あの南極行く1ヶ月前に泊まりに来てるんです、うちに。それでそこの南極から来たあのハガキが今でもうちにあります。そのハガキは宝物です、ね、やっぱりあそこまで行ってちゃんと思い出して、うん、私のところにああいうふうなハガキを出してくださったわけですから、ね、でもその社長さんの大事にしてる座右の銘というものが、ミシェル・ウルマンさんのアメリカのあの詩人の、ね、はい、あの詩人のあの詩を私にあの泊まりに来る時に持ってきてくださいました。でそれは私が読んだ時に本当に夢も何にもなくなった時に人生は終わって若さも何にもなくなるということなんですね。でそれから考えますと、私は75歳になってもまだ夢がいっぱいあるんです。で本当はこの工事のお仕事が最後だと思ったんです。でももうすでに頭の中にはこの形でなんとか福島の子どもたちとかそういうふうな人の力になって、そして地球規模でこの日本の国金である工事金が皆さんの口に入れていただくようになった時には、もうまたすでに頭の中に夢が出てきます。だからやっぱりあのミシェル・ウルマンさんのその死というのはとても大事だなと思いますね。まあ、ということは、まあ、福島の子どもたちをね、はい、救いたいと思って作った工事製品ですけど、はい、今ね、はい、さらに夢が広がって、はい、もう日本の国金である工事金をね、はい、もう世界に広げたいというふうに今思って、はい、思ってまして、その夢に向かってね、向かってます、邁進していると。はい、でもハローズの社長ね、そうです、元社長ですか。いやいや、今そうじゃないですよ、そうじゃないです。その方は木村さんって言いまして、うんうん、今の社長、あのそうじゃないです、うんうん、あのね、その方はロンドンに38年住んでる方なんですけど、ジュリアン教っていう方なんです、うん、それこそロンドンではチャーチル、うんうん、ロスチャイルド、うん、ジュリアンさんって言いまして3本の指に入るサーの方です、うんうん、その方との私は出会いがあったんです。その人との、はい、ジュリアンさんとの出会い、ジュリアンさんとの出会いがあった。じゃあジュリアンさんっていうそのイギリス人が、イギリスのサーの方です。3本、もちろん私のうちに泊まりに来るわけで、ちょうど愛子さんがお祝いがあって、ロンドンから皇室から、うん、日本の皇室から招待を受けてきてます。あ、そう。でその時に私のうちに3月の8日に泊まりに来ることになってたんですよ。ところが11日が愛子さんの皇室でのお祝い、10日が小泉首相がホテル大倉に表敬訪問するということになってたんですけど、ちょうど8日に私のうちにものすごい忙しい大変なスケジュールなんですが、
雪月花に一度泊まりに行きたいということで来ることになってたんです。それが車椅子に座っちゃって熱が出て風邪ひいちゃって疲れて高齢なもんですから。ジュリアンさんとはもうその前から面識あったの？あのジュリアンさんですか？うん、もちろんです。どこでご縁があったの？というのはその木村さんという方が、うん、あの茨城県の下館というところに保育所をやってる方との知り合いがあって、うん、招待されて私の家へ泊まりに来てるんですよ。うん、でその泊まりに来て、うん、その木村さんという方がロンドンに帰りまして、そして、うん、あのいろいろの、 あの私の話をしたらしいんですね。うん、そしてその私のこの今来てるこれも全部特許商品ですけど、あのお茶室でも使えるように改良して私がデザインしたものです。でこういうふうなものをそのジュリアンさんとパディさんにお送りしたんです。でそれでそういう こういうふうなものをあのすごく喜んで、ぜひその私に会ってお礼をしたいということで、おはがきが招待状が来たんです。それで私はロンドンに出かけて行ってます。何年前？今からそうですね8、10年ぐらい前になりますね。はい。でそれであのそのジュリアンさんのお宅に行きました時に、もうあの、うん、お宅の方で食事ごちそうになったり、うん、はい、美味しいブラあのシャンパンをごちそうになったりということで、あの、ね、そのジュリアンさんのお宅というのも、うん、あのボルトンズって言いまして、ロンドンではもうそこは歌詞、アメリカの歌詞のマドンナが買いたいと言っても買えない場所です。特殊な場所なんです。それでそのジュリアンさんが今でも思い出しますけれども、あの私にこう言ってました。ロンドン広しといえど、あのウィンザー城とその次が私の家が安全な場所だとおっしゃったんです。なんでかって言いますと、隣屋が隣のそのお住まいになってるのがアラビアの王子様のご子息が住んでるわけですよ。そうすると玄関のところに全部 SP が立ってるわけですね。そういうところでいつもバンしてる方がいるんで、あの私のことに私にね、ここほど安全な場所はないといつもこうやって SP が立ってると、そう言って冗談言ってましたけども、まあ、そういうことであのそちらには3度伺ってます。でこの間亡くなった時にお葬式にも行っております。でその時にサッチャーさんともお会いしました。サッチャーさんの産み世の親です。あ、ジュリアンさん。あ、なるほど、なるほど、はい、わかりました。だからものすごい